はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、文法接続詞の2回目ですね。並列転化っていうのとね、対比選択っていうのね、やってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくっていうチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速やってみましょう。今日接続詞の2回目です。さあ、文と文、言葉と言葉をつなぐ言葉を接続詞というんですけど、今日は並列転化ね、まずやってみます。これ並列っていうのは並べるってことね。前の文と同じようなものを並べていく、もしくは転化っていうのは前の文に付け加えていくってことです。そしてまた、および、これが並列ですね。しかもさらに、なお、それに、これが付け加えていくんです。さあ、並べるやつ。私の兄は中学生です。そして姉は高校生です。またでもいいですね。私の兄は中学生です。また、姉は高校生。またとそしてはね、ほぼ一緒。今日は天気がいい。また、風もない。天気がいいし、風もない。これそしてでもいいですね。今日は天気がいい。そして風もない。並べてるわけです。ちょっと離れてます。およびっていうのも並べてます。手足が不自由な方、および小さなお子様はご遠慮ください。ね、ちょっとね、危険なね、アクトラクションなんかで、注意されるとこやります。これ並べてるわけです。参加できない人を並べるわけです。さあ、今度点火ですね。付け加えていく。空が明るくなった。さらに太陽も輝き出した。明るくなったものをさらに太陽も輝き出したと付け加えてるわけです。 A さんは医者だ。しかも弁護士でもある。ね、医者の資格も持ってて、弁護士の資格もあるっていうね、これしかもですね。さらにでもこれいいですよね。さあ、彼は素直だ。それに優しい性格だ。これもそれにっていうのもね、これ付け加えてるわけです。だから彼は素直だ。しかも優しい性格だ。ね、さらに優しい性格。これみんな一緒ですよ。しかも、さらに。さあ、そして、なお。明日は1時に集合です。なお歩いてお越しください。付け加えると、ね、もう一個注意すると、歩いてお越しくださいよって言ってんだね、これね。さあ、これが並列転化、並べる、付け加えるです。さあ、もう一つ、対比選択っていうのがあります。さあ、前の文と比べてみる。前の文と選ばせる。こういうものを対比選択というんだけど、または、あるいは、それとも、一方。さあ、電車、またはバスで行きます。これ選ばなきゃいけません。紅茶にしますか、それともコーヒーにしますか。これあるいはでもいいです。紅茶にしますか、あるいはコーヒーにしますか。選択です。弟、あるいは妹に聞いてください。これも選択です。事件を本部に伝えた。一方、マスコミの取材にも対応した。これね、対比っていうのは、なんかみんな選択って感じだよね、これね。一緒。今日は、並列転化と選択対比です。で、次回は、説明補足っていうのをね、やってみましょう。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。